あとね、そう、引っ越しといえばさ、なんかそう、坂又のさ、あれでさ、幽霊がどうこうみたいな話になった時にさ、なんかなぜか、みおちゃんにお祓いしてもらおうとか、みおちゃんに相談してみたらみたいな、なんかエゴサすると出てきたりとかしたんだけど、うちは除霊はできないですからね。うちは占いはできるけど、除霊はできない。霊媒師ではないし。っていうか、なんなら霊感はゼロです。特別な力は何もない。幽霊は自分で見えないからホラーゲームが怖いんだって。なんかスピリチュアル系は全部うちにみたいな感じだけど、うちは何もできないからそういうの浄化に使える石いやいやいや、あのさ、だから言ってるけどさ、石はパワーストーンも別に求めてるわけではないから、石が好きっていうのと占いが好きっていうの結びつけて、あ、なんとなくあれなのかな、なんかこういう風に、あの、これは幸運を呼ぶ石みたいな感じでやってんのかなって思われるけど、そういうわけじゃない。うちは石はただキラキラしてて綺麗だから集めてる。イメージと違くてすみません。まあ鈍感なのかもしれない。心霊体験一回もな、ない。心霊体験なのかわかんないけど、一回あの座敷わらしが出るって有名な旅館に泊まって、でその座敷わらしを感じたことはある。でもその座敷わらしを似合う、合うというか感じると運気が上がるみたいな、そういうね、場所だったんだけどね。うちがホロライブに入る直前の年末年始に泊まって、で、その後にそのホロライブに入ることができて、今こうして、あの、放送しながら、みんなと楽しく生きていけてるので、もしかしたらそれは座敷わらしのおかげなのかもしれん。